三中を制した後、曹魏、孫悟、そして我ら蜀は互いにしのぎを削りながら月日を重ねていった。乱世の果てはとんと見えぬわい。そんな中、劉備殿が行ってしまわれた。兄弟を次々と失った悲しみからじゃろうか。まったく、若いもんが先に行くでないわ。見ておられよ、劉備殿。わしら陣のもとに集いし中心、一丸となって殿の目指した陣の天下を成し遂げましょうぞ。劉備殿を失ったとはいえ、私たちはその志を継ぎ、蜀漢を天下へと導かねばなりません。孔忠殿、今後も一層の奮闘を期待します。曹魏、孫悟との三つどもえの天下争奪戦に挑む前に、南の地を制します。外の脅威がなくなれば、天下の戦を有利に進めることができましょう。この戦は広く陣を展開し、前線を押し上げる形で攻めます。ですが、何分未開の地、どのような困難が待ち受けているか。この灼熱の大地、我ら蜀が制します。我らが堅固な守り、僕と見るがよい。かの猛獣隊には月への兵器で対抗します。この虎戦車、異教の獣たちに引けを取りません。いざ参ります。負けねえからな。敵将は打ち取ったりゃ。
わしらの土地を荒らしやがって。急げ、敵の花を明かしてやる。負けるわけにはいかねえ。ラムを殺せ。その武力、我が策に欠かせません。チッ、やるじゃねえか。次を見てろよ。この敵の動き、どこかに見えるはずだ。そこから教えてやろう。痛い目に遭いたいか。勝つ日もあれば負ける日もある。敵将は打ち取ったれや。久々に強敵と会えたわ。敵将は打ち取ったれや。まさか、わしに勝ったつもりじゃねえよな。痛えな、この方。次はぶっ倒す。我らも殺せ。なんじゃこりゃ。この毒沼への対策も用意してあります。敵拠点によって輸送が阻まれています。このままでは毒沼に対処できません。これ以上はやらせねえぜ。我らの攻めの構え、崩させません。本気で行くぜ。本気で。橋の上を進軍すれば毒の影響を免れます。
痛い目に遭いたいか。強敵と会えたわ。敵将は打ち取ったりゃ。この勢い大切にしましょう。わしを怒らせた。強敵と会えたわ。敵将は打ち取ったりゃ。うわっ、畜生。速攻進む。我もやる。激しく攻め立てるぞ。続け。な、なんだあいつら。あれが刃を通さない方向へならば、迅速に行動し、敵の混乱を誘います。我らの攻めの構え、崩させません。早く壺を配置しました。避けば爆発します。これで彼に損害を与えられるでしょう。ここは引かねばなるまい。敵将は打ち取ったりゃ。倒す、絶対倒す。敵将は打ち取ったりゃ。まったく、だらしない男どもだね。わしが負けるなんて認められるか。
我もやる。今度は負けねえからな。敵将は打ち取ったれや。一気に叩く。引くぜ。痛い目見る前に降参しな。やるじゃないか。少しは燃えたよ。敵将は打ち取ったれや。我らが健康な守り、とくと見るがよい。大王よ、手を貸そう。私は大王、死ぬまで大王だ。この拠点は我らの命綱だ。落とさせんぞ。鮮やかなお手並み。Look at the world.
長、なんだってんだ、人の庭荒らしやがって。言っとくけどな、わしらはおめえらになんか従わねえぞ。我らが望んでいるのは服従ではありません。いかがですか、南を治める偉大な王よ。私たちと共に広大な天下を思い描いてみませんか。皆の働きにより南蛮王は恭順を誓いました。遠征をした甲斐がありましたね。これで皇庫の憂いは立てました。あとは前進あるのみです。義、語、そして職、天下を分け合う時代は終わりました。これからは天下をまとめる時代となります。Oh, wow.